呂敷、呂敷、呂に呂敷は西日本に伝わる妖怪。主に海岸に現れ、浜辺を歩く人間を襲うとされている。非常に残忍、瞑茂な性格で毒を吐き、人を食い殺すことを好む。伝承では、頭が牛で首から、下は鬼の胴体を持つ。または、その逆に頭が鬼で、胴体は牛の場合もある。 また、山間部の寺院の門前に、牛の首に、人の着物姿で頻繁に現れたり、牛の首、鬼の体に、昆虫の羽を持ち、空から飛来したとの伝承もある。海岸のほか、山間部、森や林の中、川、沼、湖にも現れるとされる。特に淵に現れることが多く、近畿地方や四国には、この伝承がうかがえる、牛鬼淵。 牛木滝という地名が多く残っている。百海図鑑など、江戸時代に描かれた妖怪絵巻では、牛の首を持ち蜘蛛の胴体を持っている姿で描かれることが多い。百鬼夜行絵巻では同様の絵が、土雲という名で記され、牛、鳥山石炎、ガと百鬼夜行に似たものが描かれていると、区別されている例もいくつか見られる。民間伝承上の牛木は、 西日本に伝わっているが、古典においては、東京の浅草周辺に、牛木に類する妖怪が現れたという記述が多い。鎌倉時代の、あずま鏡などに、以下の伝説がある。県庁三年、1251年、戦争時に、牛のような妖怪が現れ、食堂にいた僧侶たち24人が悪気を受けて、病に侵され、7人が死亡したという。新編武蔵風土でも、 この、あずま鏡を引用し、隅田川から、牛木のような妖怪が現れ、浅草の対岸にある、牛島神社に飛び込み、牛玉という玉を残したと述べられている。この牛玉は神社の社宝となり、牛木は神として祀られ、同社では、狛犬ならぬ駒牛一体が飾られている。また、鍋牛の像があり、自身の悪い部位を撫でると病気が治るとされている。この牛を、 小津天皇の異名と、牛木のように荒々しい性格を持つスサノオの化身と、する説もあり、妖怪研究家、村上賢治は、牛御前が寺を襲ったことには、宗教的な対立が背景にあるとしている。枕の宗師において、恐ろし、着物としてその名が挙げられており、百四十八段、また、太平記においては、源頼光と対決した様子が描かれている。 江戸時代初期の古城瑠璃である、牛御前のご本寺によれば、平安時代の豪族、源、三中の妻が、北の天神が、体内に宿るという夢を見た後、三年三月という、長い妊娠期間を経て、牛の年牛の竜死の時に男児を出生した。この男児は、源の頼光の弟、原文では、ライクワウの御子あってい、ただの万中が次男に当たるが、 牛の角と鬼の顔を持つために殺害されかける。しかし、殺害を命じられた女官が救い出して、山中で密かに育て、成長して、牛御前と呼ばれるようになる。三中は、妖怪退治の勇者である息子の源の頼光に、牛御前の始末を命じる。牛御前は、関東に転戦し徹底抗戦、隅田川に身を投げ隊長約三十メートル、十0畳の、 牛に変身して大暴れしたという。関宿半々市、和田聖路の随筆、移設町町には、開花としての牛木の記述がある。それによれば、出雲国、現、島根県北東部で雨続きで湿気が多い時期に、谷川の水が流れていて、橋のかかっているような場所へ行くと、白い光が蝶のように飛び交って、体に付着して離れないことを牛木にあったといい。 いろりの火で炙ると消え去るという。これは、新潟県や滋賀県でいう開花、身のびに類するものと考えられている。また、稲葉国、現、鳥取県東部の伝承では、雪の降る晩に小さな蛍火のような光となって、無数にミのに群がり、払って餅に落ちまた舞い上がりつき、やがて、ミの、傘ともに緑行に包まれるという。徳島県阿南市の賀島という家では、 ウシキのものと伝えられる獣類の頭蓋骨が祠に安置されている。これはかつてが島屋の先祖が地元の農民たちの依頼で彼らを苦しめるウシキを退治し、その首を持ち帰ったのだという。福岡県久留米市の観論寺にもウシキの手とされるミイラがある。公平年間1063年に現れたウシキのもので、牛の首に鬼の体を持ち人通力を発揮して、 近隣住民を苦しめ、諸国の武士ですら退治をためらう中、観音寺の住職、根高商人が念仏と法力で退治したものという。手は寺へ、首は戸へ献上され、耳は、美濃山へ埋められたという。美濃山の名はこの伝説に由来する。香川県五色台の西方の猫寺には、牛木のものとされる角が秘蔵されている。これは、江戸時代初めに、青峰で、 山田くランド高きよなる弓の名手に退治された牛木とされ、同時に残されている掛け軸の絵によると、その牛木は猿のような顔と虎のような体を持ち、両前足にはムササビ、またはコウモリのような飛沫状の翼があったという。この掛け軸と異物は、現在では、もろもろの問題により一般公開されておらず、ネット上でのみ公開されている。愛媛県の南予地方、特に、 宇和島市とその周辺の地域等においては、地方債において、牛鬼と呼ばれる出しが町を練り歩く。由来は前述のように牛鬼を申請しする説のほか、伊予国の島内図書と倉木平の城という人物が牛鬼を退治したという話、徳島県天波郡の牛鬼を伊予の人物が退治したという話、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、加藤清正が朝鮮の虎を脅すために、 岐阜者を作った話など、諸説ある。愛媛県以外でも、奄美大島では、生とぬかぬしという牛神信仰祭があり、八角八足八尾の星形のまだら模様を無数に持つ、牛の妖怪神、濃厚神が、海から上がり、チャルメラのような大声で叫んで、かがり火の間を徘徊し、島人は地に頭をつけて迎えるという。だが実際には、作り物の神であり、 本土人にそう言われるのを、島人は意味嫌うという。長崎県南高木郡、現、雲仙市では、東市門、愛媛県宇和島では、宇商人、鹿児島県日置郡市木町、現、市木区敷野市では、津久井門の名で、同様の牛木、牛神祭りが行われている。また同じく、大隅半島の鹿児島湾沿いの村では、雲虫、海牛の名で、黒い牛の化け物が、 海から這い上がり徘徊するという。この運虫の現れる時期は、盆の後の二十七日と決まっているため、その日にはこの地方の人々は海に出ることを避けるという。妖怪漫画家、水木しげるは、牛木の背後には牛に関する古代インド神として、大事財天の決心である医者の手にや円間天が、関係しており、また近隣に、菅原道真、イコール天満大事財天を祀った。 天馬群があることが関係していると推測している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。